どうも、石川です。はい、これより登録完了した過去問解説講座を始めていきたいと思います。こちらの講座では、7ブロックの2020年度、問81から問90までの過去問について解説をしていきます。過去問については下の概要欄からダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひご利用いただきたいと思います。はい、それでは早速始めていきましょう。引き続き第3章のところです。問81番。外用時必要薬の配合成分に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは4番が正解となります。4番が正解ですね。まず A なんですが、こちらクロタミトンは、自疾患に伴う局所の感染を防止することを目的として配合されてますよとあるんですけど、これ感染を防止する目的ではありません。クロタミトンは、局所刺激成分なので、これ温感刺激成分というものになりますので、A は誤りとなります。そして B、C、D は正解なので、4番が正解となります。はい、では次行きましょう。問82番です。次の記述に当てはまる漢方処方製剤として最も適切なものを一つ選びなさいということで、答えは、こちら3番が正解となります。まず、体力に関わらず、排尿異常があり、時に口が乾くものの、排尿困難、排尿痛、残尿感、頻尿、むくみに適すとされているよとあるんですけど、これがですね、貯冷凍が該当してくるんですが、例えばですね、このような排尿異常があるようなものに関しては、例えば、あと、排尿困難、排尿痛とかがあるようなものに関しては、貯冷凍だけじゃなくて、流炭遮管糖も考えられるんですね。ただ、流炭遮管糖は、例えば強い熱感があったりとか、強い痛みとかがあったりする場合に、用いていきますので、通常の、この排尿痛だったりとかする場合は、貯冷凍でいいんですけど、それよりももっと痛いとか、あと熱感が持ってるよとかっていうことであれば、流炭遮管糖の方を選んでいただく必要がありますので、そんな使い分けしてあげるといいかと思います。あと、蜂蜜溶岩とか、五射腎気丸とかも、これも排尿困難だったりとか、という方にも使っていくんですけど、ただ、体が疲れてるとか、そういうような、方に対して使っていきますので、このあたりが違っていきますので、答えは3番となります。はい。では、次行きましょう。問い83番です。女性の月経に関する記述の正誤について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解となります。A は正解、B なんですが、月経の周期には、視床下部や下垂体で産生されるホルモンと、子宮で、産生される女性ホルモンが関与していますよとあるんですけど、視床下部や下垂体というのは脳の中心、頭のこう中心部分のところに、あるのが、視床下部とか下垂体、ここがですね、ホルモンの、分泌に大きく関わっているところになるんですが、司令塔になるようなところなんですけど、で、そこで産生されるホルモンももちろん関係してくるんですが、その後、子宮で産生ではなく、子宮じゃなくてこれは卵巣ですね。卵巣です。卵巣で産生される女性ホルモンなどが大きく関係してきますので、B は誤りとなります。はい。それから C、月経前症候群は、加齢とともに女性ホルモンの分泌が減少していき、やがて月経が停止して妊娠可能な期間が終了することを言いますよ。これはですね、違いますよね。閉経が該当してきますよね。閉経が。なので違います。この記述、そうですね、閉経ですけど、月経前症候群は、乳房が張ってくるとか、そういう症状が出てきたと思いますので、このあたり、女性の方はなんとなくわかると思うんですけど、男性の方はしっかりとですね、女性の疾患、女性の症状に対してとか、そういうところをしっかりと勉強しておいていただきたいと思います。はい、ということで、C は誤り、そして D は正解なので、1番が正解となりました。はい、では次行きましょう。問い84番です。次の漢方処方製剤のうち、女性の月経や更年期障害に伴う諸症状の緩和に使用されるものとして、最も適切なものを一つ選びなさいとなっております。はい、こちら答えは2番が正解となります。
運泉、そうですね、これ体を冷やしていくような働きがある、ものだったんですけど、そうですね、これ女性疾患に使っていきます。例えば防風通商さんに関してはこれは肥満症とかに使っていくようなものでしたよね。皮下脂肪が結構あってとかっていうところだったと思いますし、それからお辻湯はこれ痔の薬とかに、使っていくようなものでしたよね。それから六味丸とかはこれ疲れがあってとかで、あとおしっこ出にくいような人とか、そういう人に対して使っていくようなものでしたので、なので他のものはちょっと該当してこないので、2番が、一番適切なものとなります。はい、ということで、次に行きましょう。問い85番です。アレルギーの治療に使用される漢方処方製剤に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを一つ選びなさいとなっています。はい、こちら答えは3番が正解となります。はい、ということで、これ結構難しい問題だと思いますよ。特に漢方薬結構難しいんじゃないかなと思いますので、ちょっと見ていきましょう。まず A ですが、小生流湯は体力中等度以上で狡猾があり、尿量が少なく、便秘するもののジンマシン、口内炎、皮膚のかゆみなどにテキストされていますよとあるんですが、これ違うのは何かというと、これ、小生流湯っていうのは、鼻水とか、ジャージャーに出てる人に対して使っていくようなものになりますので、なので例えば花粉症の人とかで鼻水バーンと出てるような人に対して鼻水止めてくれる、そんなような役目がありますので、なので今ちょっと小生流湯鼻水と書かせていただきました。で、今回のここに出ている記述に関してはこちらです。陰沈喉頭に関する記述になります。陰沈喉頭は、そうですね、特に押さえていただきたいポイントとしては、例えば、口渇とか、あとは尿量減少しているよとか、これ体に余分な熱溜まっちゃってるんですよ。なので、熱が溜まってると、どんどん口乾いてきますし、それから、どんどん、これもおしっこ少なくなってきたりもしますし、あとは、例えば、ジンマシン、体に余分な熱があって、痒いので、湿疹みたいなジンマシンバーンと出てきちゃうんですね。なので、そういったジンマシンだったりとか、そのような適応、あと口内炎だったりとか、皮膚のかゆみ、このあたりも余分な熱が溜まっちゃってますので、陰沈喉頭は余分な熱を取り除きながら、おしっことしてどんどん出してくれる役目があります。はい、なので、こちら A は誤りですね。それから B は正解。それから C、十味排毒湯は比較的体力があるものの、鼻詰まり、それから蓄膿症、慢性鼻炎にテキストされていますよとあるんですけど、十味排毒湯に関しては、こちらちょっと書かせていただきました。可能性皮膚疾患、なんかちょっとうんじゃってるような場合に使っていくんですね。あとは、もちろんジンマシンとかにも使っていきますので、そういった十味排毒湯ね、可能性、要は体に余分な毒みたいなものが溜まってるのを任せてくれる漢方処方になりますので、なのでそういった意味では、そんなイメージつけていただくと覚えやすいかなと思います。で、今回の記述に関しては、はい、こちらに書かせていただきました。葛根湯科選球真意ですね。こちらは鼻詰まりとか蓄膿症とかそういったところに適用があるものになりますので、C は誤りとなります。そして D は正解なので、答えは3番が正解となりました。はい、ということでちょっと難しかったと思いますが、しっかりと漢方処方を押さえておいていただきたいなと思います。はい、では次行きましょう。問い86番です。アレルギー、内服アレルギー用薬及びその配合成分に関する記述の成分について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。 A、B 正解、 C なんですが、プソイドエフェドリン塩酸塩は依存性がないため、いや、そんなことないです。依存性がありますので、 C は誤りとなります。はい、それから D は正解なので、答えは2番が正解です。大丈夫でしょうか。ちょっと駆け足で言っちゃいましたよ。はい、では次行きましょう。問い87番です。鼻炎用点鼻薬の配合成分とその配合目的の組み合わせについて正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは1番が正解です。 A、B 正解、それから C なんですが、リドカイン、抗炎症作用によりとかっていうところ違います。リドカインはなんとかカインってついてますので、局所麻酔成分となります。なのでこの点十分に気をつけてあげてください。はい、それからケトチ D のケトチフェンなんですけど、局所麻酔しという働きがありません。ケトチフェンはこちらですね、抗ヒスタミン成分です。抗ヒスタミン成分、そうなんですよ。
これ結構忘れがちになる抗ヒスタミン成分なんで、ぜひもう一度、皆様のですね、こう、記憶のメモリーのところにですね、ケトチフェン抗ヒスタミン成分なんだなでドカンと入れといてあげてください。いいでしょうか。はい。ということで、こちら C と D 違いますので、1番が正解となりました。はい。では次、問い88番です。眼科用薬の配合成分に関する記述のうち、正しいものの組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは3番が正解となります。A はクロモグリク酸ナトリウムは抗アレルギー成分になるんですよ。そうなんですよ。抗アレルギー成分です。なので、洗顔薬としてとか、これ違うんですね。なので、A は誤りです。それから B、パンテノールはこれ正解ですね。それから C の、プラノプロフェンは、結膜や角膜の乾燥を防ぐ目的ではありません。プラノプロフェンは、非ストレス性の抗炎症成分というところでぜひ押さえといてほしいなと思いますので、これもちょっと忘れやすいものになりますので、押さえておきましょう。はい。ということで、ここ、C 大丈夫でしょうか。そして D は正解となります。ということで答えは、3番が正解となりました。はい。ということで、このあたり大丈夫でしょうかね。では、次に行きましょう。問い89番です。外皮溶薬に用いられるステロイド性の抗炎症成分に関する記述の成分について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい、こちら答えは2番が正解となります。2番が正解ですね。A、B 正解、C なんですけど、主なステロイド性抗炎症成分としてデキサメタゾンやインドメタシンなどがありますよというところで、こちらインドメタシンはステロイド性の抗炎症成分じゃないですよね。非ステロイド性の抗炎症成分になりますので、C は違っております。はい、それから D なんですが、広範囲に生じた皮膚症状や慢性の湿疹、皮膚炎の緩和を目的とするものであり、体の一部分に生じた、湿疹、皮膚炎などの一時的な、皮膚症状には使用しないよじゃなくて、これ何ですかね、こう前半戦が違うんですよ。広範囲に生じた、皮膚症状とか、慢性の湿疹とか皮膚炎などの症状の緩和を目的とするものではありません。なので、一部に生じた湿疹とかの皮膚症状に適用していきますので、前半戦が誤り、後半戦は正解の、正解というか、後半戦のところの一部分のところにですね、使っていきますので、なので D は誤りとなります。はい。ということで答えは2番が正解となりました。はい。そして最後、問い90番です。肌の角質化、かさつきなどを改善する、外皮溶薬及びその配合成分に関する記述の成分について正しい組み合わせを一つ選びなさいということで、はい。こちら答えは1番が正解となります。A は、誤りですよね。これ、角質軟化薬のうち、イボに用いる製品は、医薬品としてのみも、認められており、これはいいですね。そして、原因となるウイルスに対する抑制作用を有しておりますよということで、ウイルスの抑制作用は有しておりませんので、これ、後半戦が誤りとなります。はい、それから B、尿素は、ケラチンを変質させてとか違いますね。尿素は、これ、水分を保持して乾燥を防ぐような働きがありますので、違います。はい。で、C は正解。そして D なんですが、硫黄は、角質層の水分保持量を高めとかって書いてあるんですけど、これ違いますね。硫黄は、ケラチンを変質させて、角質を軟化させていく働きがあるので、これ、B と D は主語が逆であれば正解となりますよね。はい。というような、内容となりましたので、問い90は1番が正解となりました。はい。ということで、ここまでなんとなく大丈夫だったでしょうか。やっぱり漢方薬少し難しいですよね。生薬とかもそうだったんですけど、そのあたりですね、もう一度忘れてるところをしっかりと復習できるようにしていただきたいと思います。はい。ということで、ここまで動画いいなと思っていただく方はですね、ぜひ LINE などに登録していただきますと、質問などもいろいろお受けしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、本日も動画を見ていただきまして、誠にありがとうございました。